熊川は、熊本県南部の人吉盆地を貫流し、川辺川をはじめとする支流を合わせながら、八代平野に至り八代海に注ぐ一級河川で、熊川水系の本流である。熊本県内最大の川であり、もがみ川、富士川と並ぶ日本三大急流の一つでもある。日本二十五省にも選定されている。かつては、 人吉から八代まで巨岩がひしめく急流が続き、水運に利用するのが難しかったが、相良市二十二代当主相良来隆のおじで、丹波笹山出身の林正盛が、1662年から、資材を投げ打って、改作事業に着手し、無数の巨岩を取り除く、難工事の末、1665年には、川船の航行が可能な改作が完成した。以来、 熊川は外部との交通、物流の幹線として、また参勤交代にも利用され、人よし、熊地方の発展に多大な貢献を果たしてきた。被殺線の開業と道路の整備、林業の衰退やダム建設などのため、熊川の水運は縮小し、現在は観光用の川下り船の運行程度である。川の水は、 流域内の約1万4000ヘクタールに及ぶ高地の農業用水や八代平野の臨海工業地帯における製紙、パルプや金属加工製造業などの工業用水、流域内の20カ所で行われている水力発電などに利用されている。八代海に注ぐ河口付近には1000ヘクタールを超す干潟が形成されており、日本の重要湿地500に選ばれている。 一年を通じて野鳥が飛来し、その種類は90種類以上となることから、バードウォッチングが盛んであり、重要野鳥生息地にも指定されている。語源は不明である。明治初期には、熊、元無磨く、熊と、様々な字が使われていたが、名前の由来については明確な記録が残っていない。ただし、1772年に表された、日後日誌には、 この川水は9万他により陥る。ゆえに9番線とショースともいう、木綿用川あるいは、血入線、また、ーハ川ともショース、熊川ともショース、水上熊群により流れ来るゆえに熊川ともいうとの、記載がある。つまり、9万の支流を持つ川あるいは、川上の熊群から流れてきた川として名付けられたと、見られる。熊群水上村の釈南越し及び、 水上越を源流とし、人吉盆地の田園地帯を西に流れる。人吉市を過ぎてからは、九州山地の狭い谷間を縫って流れ、JR 被殺線と国道219号が並走する。熊村の急線道の付近で流れを北向きに変え、八代平野に出て分流し、三角州を形成、八代海に注ぐ。熊村のあたりは日本でも、有数の急流で、 数多くの瀬がある。元は76の瀬があったが、ダムができたため現在は48の瀬となっている。そのうち、二股の瀬、修理の瀬、網場の瀬、熊太郎の瀬、高祖の瀬が、熊川五王瀬と呼ばれている。四方を深い山々に囲まれ、外界から遮断されている、人吉盆地は、内陸型気候で昼夜の寒暖の差が激しく、 そのため秋から春にかけて、盆地全体が、すっぽりと霧に覆われてしまうことが多い。年間100日以上も朝霧が発生し、発生頻度は日本で1、2位を争うが、その霧の原因は、熊川である。人吉盆地は、第4期の地殻変動で、四万都大山地の一部が陥没して形成され、東西約4 0トル、南北約1 0トルに及ぶ。 大きな個人基地庫を形成していた。その水は、元は、南西の大口盆地方面に流れ出ていたとみられるが、周辺の火山の活発な火山活動による、噴出物で、大口方面への流路が塞がれ、やがて、人吉盆地を取り囲む、山々の中で、低い熊村の一小地大阪間へ溢れ出し、熊川が誕生したと推定されている。人吉市内付近は、 流れが、比較的緩やかなため、インターハイのカヌー大会が開かれることもある。人吉藩相良市の居城だった人吉城市は、熊川の左岸にあり、多門やぐら、門やぐら、長兵が復元され、昔の面影を見せている。城下町である、人吉市の中心を熊川が流れており、温泉が川沿いに点在する。5月には、人吉温泉熊小中祭りが開催され、 郷土芸能、市民総踊りパレードなどがあり、いろいろな蔵元の熊城中の大支援会や、特産品の販売も行われる。また、毎年10月には、八代市の熊川河川時期で、全国の花火市が集まりその技術を競う、八代全国花火競技大会が開かれ、数十万人の観光客が訪れる。熊川は大きくて、 美味しいアユが育つことで、全国的に有名であり、特に30センチメートルを超える巨アユは、尺アユと呼ばれ、釣り人の人気の的となっている。しかしその人気により、県内外から、大勢の釣り人が集まるようになったためか、近年アユの量は減少しつつある。流域の各ポイントでは、6月1日の解禁後は連日、釣り人の姿を見ることができる。 8月の最終日曜日には、日本一の大相移り選手権大会が模様される。川下り船が名物で、熊川下りとして知名度がある。かつては材木を運搬していた稼働であるが、現在は観光船として運行されている。川下りは、人吉からと、私からの2つのコースがあり、人吉から、私までは、比較的穏やかな流れであるが、 私から先は急流を下る。冬場は、小つ線も運行する。川下りの終着点近傍にある小乳道の急仙道は、全長約4800メートルで、日本では6番目に長い洞窟である。道内は1年を通して、摂氏16度に保たれ、川や滝が流れ、独特の生態を持つ、洞結生物が生息している。500メートルの観光コースと、 40メートルの縦穴などを階段で下る探検コースの2つを選ぶことができ、石柱、フローストーンカーテンなど様々な鍾乳石の造形が作り出す、幻想的な景観を楽しむことができる。周辺には、熊川と豊かな緑や生物たちの世界を紹介し、人々と自然の関わりとその働きを展示する森林館をはじめ、物産館、レストラン、 キャンプ場もある。1990年代後半より、カヤック、カヌなどのリバーツーリングやラフティングに公的な川として注目されている。特にラフティングは、九州唯一にして、日本最南端のスポットとして20社ほどが営業しており、全国でも有数である。おおむね、川下りと同じコースを降り、人吉からは、流れが緩やかなので初心者や鳴らしによく、 私からは、激流と荒々しい岩場を突き進んで熊川の、急流を楽しむことができるとコース的にも恵まれており、冬でも営業可能なほどに年中安定した流量もある。山間の急流を楽しめる割にはアクセスも良く、高速道路ならば、遠方からでもスタート地点となる人よしへ容易にアクセスでき、南九州巡りの一環としてもより安い。他には、 瀬戸石ダム下流から八大平野に出るまでの山間部でもカヌー、ラフティングが行われている。2005年10月からは JR 日殺線にて八代駅人吉駅間の沿線の風景を楽しむための観光列車、急線防護が運行されていた。2009年4月25日からは週末や夏休みを中心に蒸気機関車 SL 人吉が運転されている。 源流部に近い市房ダムの後半は約1万本の桜の木があって日本桜名所100、1000にも選ばれており、シーズン中は多くの人が訪れる。隣接する桜図鑑園は約100種類もの桜が一堂に集められた桜専門の植物園である。荒瀬ダムと瀬戸石ダムには熊川歩み館、川のトットット。 館というダムの漁道観察施設があり、遡上する魚の様子を見学することもできる。2012年9月から荒瀬ダムの撤去工事が始まり、これにより、アユの量が回復することが期待される。このダム解体により、日本初となる荒瀬ダムからのカヤック体験やキャニオニング体験など、観光と自然と文化を満喫でき、近年注目を浴び始めている。 2018年3月には、荒瀬ダムの撤去作業を完了した。これは、日本初の本格的なダム撤去事例となる。ありがとうございます。